どうも皆さんこんばんは。パッチ 4.4 が来たってことで、なんかめっちゃ AP アイテムがバチコリ K ということで、はい、ちょっとアイテムいろいろ積んでみようかなと思ってやっていきたいと思いまーす。なんかキャラクターの調整とかもされてるから、なんか早いんだよね。なんか栄翔がちょい早になってたやつが何体かいます。あの辺かな、トラカの9とかジグスも、あ、早いかも。ちょっとわからん、でもこんなの体感できません。結局アイテムがね、結構強くなってるから気になるんだよな。なんか魔法防御貫通ばっこりついてんだよね。なしてる？土地かアリッサ土地狂いだったね。やろ。ああ、でもあれ入れてえな。魔法のマナブーツまではやるか。何積もっかな。ネイス。お前すぎでは？ヘカリムが、ヘカボウが来てくれてたのに今、先に死んじゃった。それでもね、アイテムにね、マジで、魔法防御貫通がめっちゃついたんだよな、このゲーム。だからなんかたまたま積んでる。何このたまたま。ヘカリム何積んでんの、あんたたまたま積んで。まあ、ルーデン、仮面。いやでもね、今回はちょっと新しいアイテム、せっかくなんでシャッタードクイーンクラウン積んでいきたいと思います。まあ、シャッタードクイーンクラウンって本家では、まあ、このなんて言ったらいいんだろうね、このこれアイテム、ロストチャプターアイテムで、まあ、タンクじゃないわ、アサシンがいる時とかにミッドで積まれる。だからまあ死んだ、なんかなんだろうな、あんまりでもこっち側にいるキャラで積むことはないな。インドラとかアジールとかで、相手がまあゼドとかだったらみたいな、基本まあゼドとかで、ゼドとかフィズとかで、こっちがまあ明治とかの時はまあ使われるかなっていう感じのあれですね。まあ今回はフィズもいるし、ちょうどね、ちょうどいいんじゃないかということで。なんか一応ね、あ、やべ、うわ、届いたー。ゴーストも使えば生きれたかな。なんかタワー早くね、気のせい。あとなんか移動速度がね、速くなったとかいう、俺びっくりしたんだよな。パッチノート読んでさ、移動速度の調整って書いてあったからさ、お、もしかしてめっちゃキャラ下げられんじゃないと思ったら、みんな上がってたそんなことあります？ナイス。びっくりですよ。でもやっぱね、AP アイテムめっちゃ調整入ってるから、ちょっとあれだね。AP キャラ強いんじゃないとは思ってるよ。なんか来てそうな顔すんな。あれってシャッタードクイーンクラウン入んないな、これ。入りそう。あ、てかウルトで倒せたな今の。よっしゃ、シャッタードクイーン、なんかすげえ、うん、なんかラウンド1とかにあるゲームみたい。ラウンド1とかにあるなんかなんたらなんたらなんたら。
はいはいはい、私硬いよ、私硬いよ、あるよ。私硬いあるね。怖い怖い。アリスターの。クールダウン何秒なんだろう。45秒かな、本家と一緒で。うん、死にかけだね、君。帰ったら死ぬんだし、もうすぐ。やっぱジグス最強か、結局ジグス最強かもしれんな。あー、ギリ割れねえなこれ。あ、こうやって寄ってる。味方が倒されました。敵を倒しました。ナイス。味方が倒されました。敵のチャージ。あ、こうやって寄っちゃった。エペロ。敵のキリングスプリー。まあいいよ、俺がキャリーするから大丈夫。敵チームがリフトヘラルドを倒しました。最初のパワーが最初に。うわ、もうそんな強いの俺。もうそんな強いんだ俺。最強だ。タワー割るぞー。ちょ、なんか、ちょ、こんなことある？あれ、誰もおらんかった。しかもダイアナの Q 食らって水のあれで死んだし。今のな、シャッタードクイーンクラウン湧いとけばな。ちょ、CD 何秒だっけ ?40 秒か。敵を倒しました。敵を倒しました。いや、なんかデスキャップも変わってんだよな。チャンピオンレベルに応じて、ニコアで10レベ。おー、なるほどね。アークエンジェルスタッフも結構強いよな。実は。敵のタワーを破壊しました。敵のタワーを破壊しました。おお、いいダメージ出ますね。 1.5 秒間次に受ける敵の、おお、 1.5 秒間、まあ、なんかダメージ受けるとスキルブロックしてくれるのかな、これ書いてあるの。なんかちょっと違うな、違うようなことが書いてあるような気がしないでもないな。まあでも、まあどうだろうね。やっぱルーデン欲しいっちゃ欲しいけどな。シャッタードってどんぐらいだっけな。魔力70か。ヒカリも最強やん。あ、で、なんかね、新しくね、シールドを下げるみたいな。これ効かないんだよね、だからこれ。いいね。めちゃくちゃええやん。スキル効きません？ヘカリも最強だ。移動中です。テイストが少ないこれ。こんなもんだっけ？なんか、ポン押しでウルト出るんだっけ？えい！おー、なんかポン押しするとね、カス当たりしてくれるイメージある。なんかそういう調整も入ったんじゃなかったっけな。
待て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 、いけいけいけ、帰っとけお前は。足速くね、え待って、え5しか変わってないよな、こんな足速かったっけ。5ってこんな変わんの。340の345って考えたら、345の、じゃ340の5だから68分の1速くなってるやけど、なんかめっちゃ速く感じるんやけど、68分の1ってどんなもんなんだろうね。何いつも。これスキル変質が10で、これはラバドンはなんかちょっと変わったよと。なんかせっかくなんだしな、なんかちゃうアイテムでも、なんかリフトメーカー強そうだけどね。とりあえずフォーカスは変わらず。うなはり。あ、オケアノストライデント行こう。これがですね、相手のシールドを減少させることができますって。まあダイアナしかおらんからやめとくか。まあ、ライアンドリーでも行きますか。普通に。このね、ラバドンデスキャップがね、2900円になったよね。これ安いよ。まあ、なんか2点目全然いける。まだ3点目でもいいかな、割と。その、魔力が結構下げられて、フィズいるな、多分。魔力が下げられて系のアイテムなんだよね。あはあはあはあ、ウルト最強だ。今何円入ったんだろう。え、めっちゃ当たったよね。何円入ったんだろうか。果たして。俺が受けんのこれ。うち受けたくないねんけど。うちあんま受けたくないねんけど、ちょっと死ぬって。受けろよ、誰か。なんで俺やねん。やっぱジグスとファーストストライクは本当によく合う。めちゃくちゃよく合う。いいっすねー。俺そんなあれやで。あ、サイレンスうざすぎ。サイレンスうざすぎんご。足速くない？てかね、ゴースト使った時のこの足の速さこんな速かったっけって感じなんだけど。てかマジで足速い気がする。だからゴーストフォロー殴れるようになったんだっけ。そういえば殴ってようかな、ボス。ゴーストフォローなんかね、殴ったら止まるらしいよ。殴ったら1分間動き止まるらしい。え、このリングのアイテム何これ。典型の輪何なんだろう。これね、なんか書いてあること意味わかんなかったんだよな。典型の輪教えて。典型の輪教えてね。典型の輪探そう。帰ろう。典型の輪、これ何？スキルヘイスト10。あ、派生アイテムなんだ。死因の派生アイテム、おもろ。あー、なるほど。そういう感じなんだ。インフィニティオーブってでもなんかもともと、あ、すごい貫通力やな。これちょっと積んでみよう。ケミパン積んでるやん。俺ケミパン積むやつおらんと思ったけど、まあ、ブラクリみたいなもんだよな、ケミパンって。ブラクリのお友達。敵を倒しました。敵のタワーを破壊し、ウルト打てばよかった。味方が倒されました。
移動速度上げられたらちょっとこのスキルショット系がね、やれなくなるじゃないか。追わないじゃないか。優勝手半端も。味方チームがドラゴンを倒しました。最高だよ。このジャンプ。これ殴れるらしいよ。ほい、ふい。なんか3発殴ったら1分が止まるんだって。さっきのちょっとあれ溜まってる時にやればよかったな。イーサルテンポじゃなくてファーストストライク溜まってる時にやればよかった。ゴーストポロの動きでも止めてこようかな。どこだゴーストポロ。オッケー、いたいたな、お前この野郎、この野郎。10円もらえたわ。思ったより出ないな。169円。なんか僕結構アホみたいなダメージ出るかなと思った。だからでもモルガナめっちゃダメージ出てない。もう大モルガナ時代かなこれ、もしかして魔法防御貫通とかでこうちまちまダメージ出すのが性に合ってんのかな。モルガナは、モルガナ強そう。カッターでも相性いいしね。モルガナやってみるか。まあでも3万6000だって。3万6000ダマゲ。まあまあでもそんなもんか。え、すごい、こんなの見れるようになったんだ。追い火で849、ファーストストライクで、ファーストストライクでいくつか選択見れるようになってる。すげえ。これおもろいな。この、まあ、今回は結構ダメージ、あれで、型でいったけど、なんか、波動じゃなくて、あっち取る人もいるからね、この、なんだっけこれ、こっちのやつ。広いやつ取る人もいるから。これでダメージ検証できるのめっちゃいいね。いいじゃん。ということでご視聴ありがとうございましたね。パッチ4っていうのでめっちゃ変わって、まあ AP 強いんじゃないかなっていうふうに思ってるんで。はい、また試していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。